いよいよ関八州よさこいフェスタステージ上で最後のチームご紹介いたしましょう。最後に登場するチームは王蘭の皆さんです。たくさんの思いを胸に皆様の幸せを祈りながら、艶やかにきらびやかに鳳凰のごとく翼を広げ、感謝を込めて舞い踊ります。会場の皆様と共に微笑み楽しむよさこいを願いを込めて演舞いたします。それでは王蘭の皆さん、よろしくお願いいたします。はい、会場の皆さん、こんにちは。我々はお隣新座市よりやってまいりました。鳳凰の王、蘭の花の蘭と書きまして王蘭と申します。新座市で唯一のよさこいチームでございます。そして今日の朝いいことがありました。この後もう一回踊らせていただくことになりました。ありがとうございます。ここにいる会場の皆様に元気と勇気と愛をお届けできますよう、踊り子一同さかりきで参ります。どうぞ皆様、手拍子、足拍子、そして心の中でのご声援のほどよろしくお願いいたします。では参ります。2022オロン、翼を広げて構え。大きな翼をはためかせ、暁の空に舞う鳳凰、ほのかに香る蘭の花、そこに集いし蝶の群れ、土佐の高知の鳴子の音色を朝から夏に響かせます。ああ、そういうオーラ、待ちに待った大祭、朝から夏オーランワールド全開に行くぞ。よっしゃ、オープン。
やすい視線と心の中での応援をいただきました会場の皆様に礼。はい、頑張れ会場、ありがとうございました。